金鉱山は、岡山県岡山市南区及び玉野市に位置する山。標高403.4メートル。小島半島及び玉野市の最高峰であり、展望台から南方向に瀬戸内海と四国、香川県を望むことができる。瀬戸内海国立公園第2種特別地域に指定されている。岡山県道399号金鉱山線で山頂まで行ける。 かつては山頂に展望台のあるレストハウスがあったため自家用車に路線バスや観光バスが頂上を行き交うドライブコースとして賑わい駅伝大会も開催される県民に身近な観光スポットであったしかし1988年の瀬戸大橋の開通で客足が減少し1990年代頃から県道沿いには産業廃棄物処分場が作られたことで ダンプカーが頻繁に往来し、夜には違法競争型暴走族が出没するような様相に変わっていった。あえて補修を行わないといった行政対応のため道路舗装は荒れるに任せ快適に走行できる状態ではなくなった。そして2001年にはレストハウスも閉鎖され、一般ドライバーがあまり寄り付かないなど王子の面影はなくなっていた。2010年に 両備グループ100周年記念事業として閉鎖されていたレストハウスの建物が改修、整備され、展望台が再度一般開放されるようになった。近年、安倍のハルカスを望むことができる本州再延の場所として話題になった。2018年西日本豪雨と台風により、土砂崩れが起こり全面通行止めになっていたが、2021年3月27日に、 約2年半ぶりに通行止めが解除された。山の名前は、坂の上の田村丸が床山のあやかしき大臣に向かう際に、戦勝を祈願して、金の甲を山中に埋めたという伝説から来ている。また、神の峰とも呼ばれており、山中にレストハウスができるまでは、岩倉や国海神話に出てくる小島の神である、剣秘片別を祀る祠があった。現在は、 北側の山麓にある国津上社と木津神社の岩山宮にも祀られている。山頂には、近鉱山送信所及び北佐ぬ中継局が設置されており、岡山、香川両県の放送の中心となっている。なお、近鉱山送信所のテレビ放送は、岡山本局扱いが原則であるが、西日本放送だけは高松本局として扱われている。しかし、 山陽新聞と四国新聞の番組表では他局と同様岡山局扱いである。ありがとうございます。